グレゴリー・コルベールは、カナダ・トロント出身の映像作家、写真家。ノマディック美術館の写真、映像作品展アッシュズスノーのアーティストとして知られている。アッシュズスノー、グレゴリー・コルベールは、1992年、スイスのエリゼ美術館で、初の古典、タイムウェーブスを開催し、世界的に高い評価を得た。しかし、その後の10年間、 映像やその他の作品を一切発表せず、インド、ミャンマー、スリランカ、エジプト、ドミニカ、エチオピア、ケニア、トンガ、ナミビア、南極大陸などを訪れ、人間と動物との交流を映像と写真に収めていった。1992年以来、60回以上の探検旅行を重ね、コラボレーションを実現させた動物は130種以上に上っている。 作品に登場する動物は、ゾウ、クジラ、マナティ、コシグロトキ、オオズル、イヌワシ、シロハヤブサ、ツノサイチョウ、チーター、ヒョウ、アフリカンワイルドドッグ、カラカル、ヒヒ、オオカモシカ、ミギヤキャット、テナガザル、オランウータン、イリエワニなど。また、人間の被写体には、ミャンマーの僧侶、トランスダンサー、山賊の人々、その他、 世界各地の土着の民族などが含まれている。2002年、コルベールは、イタリアのベネツィアで、アッシュズスノーを開催。2002年4月9日付のグローブメール誌は、作品展を次のように表した。コルベール誌が、かつてない規模、かつてないスケールのイメージと写真を集めた、アッシュズスノーを披露した。12,600平方メートルの広さを占める、 この作品展はヨーロッパで開かれた個展として史上最大級と言われているアッシュズスノーは2005年春ニューヨーク市に場所を移しこの作品展のために特別に作られた移動式建造物ノマディック美術館で開催されるその後アッシュズスノーとノマディック美術館は2006年サンタモニカ2007年東京2008年 メキシコシティを巡回した。累計1000万人以上の鑑賞者を集め、生きているアーティストの作品展としては、史上最多の動員数を誇っている。アッシュズスノーは、批評家と一般客の両方から絶賛されてきた。新しい巨匠が誕生したと評したフォトシのほか、実に素晴らしい作品展、極めてユニーク、あらゆる意味で、普及の作品展。 魅惑的な写真、ベストの中のベストなど、賞賛の声は、埋挙に暇がない。2002年に発行された、ニューヨークタイムズ紙では、アラン・ライディングが、ベネツィアの作品展を次のように表した。この作品の力は、フォーマルな、美しさも、さることながら、 むしろ感賞者を包み込む独特の雰囲気によって作り出されている静寂と忍耐が時間を支配する世界を我々はここで覗き見ることができるコレベールのキャリアは1983年にパリで手掛けた社会問題のドキュメンタリー映画から始まったオンザ・ブリンク・アン・エイズ・クロニクルと題されたこの作品は9カ国で撮影され 1985年の ACE 賞で最優秀ドキュメンタリー部門にノミネートされた。その他の映像作品には、ラストワーズ、ファインディング、エーウェーホームなどがある。これらの映像の制作が、やがて写真芸術へと発展していった。グレゴリー・コルベールは、これまでに数々の賞を受賞したほか、様々な方面でその功績を認められてきた。 2006年にルシー賞、キュレーターオブザイヤーを受賞。2007年に映像作品アッシュズスノーがベネツィア映画祭の特別賞にノミネートされた他ーストリーセントリー。He was named the Honorary Ambassador of Culture and Tourism メキシコ。最近ではメキシコの名誉文化、観光大使に任命されている。ノマディック美術館のアッシュズスノーは 今後も再現なく世界各地を巡回する予定だ。1992年、アッシュズスノーの取り組みを始めた時に、私が目指したのは人間と動物の関係を内側から捉えることでした。すべての動物が共有している言葉と私的な感覚を発見する過程を通じて、私は人間と動物と調和しながら生きていた時には、 存在したはずの共通の地を回復したいと考えています。エジプトからマヤ、ネイティブアメリカン、ベドウィンまであらゆる文化が自然との関係を表現する動物グーアを作り上げてきました。アッシュズ、アンドスノーは世界中の様々な種が登場する21世紀の動物グーアです。自然のオーケストラには人だけでなく象、クジラ、マナティ、ワシ、 チーター、オランウータン、その他たくさんの種が含まれているのです。ありがとうございます。